い、小刻みプラスもう一度見せ大会ツッコミ放浪記の後編をご覧いただきたいと思います。これから見るのはおしゃれな居酒屋さんに行くんですけど、はい、店の名前覚えてます？店の名前あ、俺は覚えてます。2人はいや、もうあっち行ったら記憶がなくなるこのロケ終わったら記憶がなくなる。どんなって帰ったかもわからんのに一応今出てきました。はい、はい、金魚屋さんおー、うんうん、でした、うん、おめでとうございます。当てても嬉しくないいい居酒屋さんでしたよ ね、 そうですね。ここでおしゃれでしたね。エビの何か食べたんですけど、エビ、エビの何か食べてるんですよ。はい、覚え、うん、当時の値段いくらか覚えてます？値段あのね、あのまあまあいい値段しよってよ。エビなんか特別に出してくれたんじゃなかったな。俺多分この10年間何もやってなくてもそれ覚えてないと思う次の日でも覚えてないよ覚えてないと思います、うん、VTR に出るんじゃないでしょうか、そう、値段がなんかキーになるようなことありましたっけ？ないと思いますただ聞いたないと別にいくらだねで盛り上がったわけでもない。あ、シンプルなクイズの時間なんすね。ちょっとちょこっと、いや知らんがなあはっ固定だから行きたかったね。こんなはずいことようやってたからな点々入ってるか